はいどうもハルババです、今日もですねこちらのですね、まあ、こちらのトロフィー今ね私ね、アリーナ、5にいるんですけれども1437、うん、こちらをね、今日も上げていこうと思います。最近ね、まあ、デッキに関してはこんな最近の編成なんですけれども、まあ、ジャイアントスケルトンとかね入るとどうしてもコストが重くなりがちなんですけれども、今ねこちら 3.9、うん、どうでしょう。いつもねコメント欄であのコスト重いって言われてるんですけれども、はい、今ねかなりあの苦戦しながら考えながらやってるんですけどね、どうでしょうかね。まあねこのゲームね基本的には守り切った方が勝ちみたいな感じだとは思うんですよね。はい、なのでね今ねこちら対地ではねこのジャイアントスケルトンとバーバリアンで、まあ対空に対してはこの辺ですね。うん、これなんだ、うん、こんな感じドラゴンとかねその辺ですね。で守りきってる中でこうストンとこうホグライダーを入れると、そうすると敵があのびっくりするみたいなそんな感じでね、取って、トロフィーをね上げてるので、いや今日もやっていきましょう。よし、ゴー。負けたくない。なるほど。最近ね小屋使わなくなりましたね。うん、やっぱね、トロフィーがね、上がるにつれて、なかなかね、アリーナ号あたりからはね、ちょっと厳しいかなっていうね。まあ、そんな、あー、出たな、こういうテスラ。これは邪魔だぞ。このね、真ん中に置くやつ、結構いいですよね。使えますよね。邪魔になりますよね。だからもう、こういうのは一回ね、処理しなくちゃいけないですね。バーバリアンにはバーバリアンで来たと。うん。なるほど。そうか。で、ここでね、こう、弓矢とか、ふわって出すのよくないんですよね。これ、待つ。で、こう、溜めつつ、こう、あー、やばいの来た。それどうしよう。あ、やばいね。これ、当てて。ちょっと回避しましょう、これ。これがね、あのね、こう、アーチャータワーまでね、こう、たどり着いてしまうと大変なことになってしまうので。よっしゃ、これは。まあ、こっちからね、この、なんていうの、大砲の女の人これ、なんていうの、名前わかんないんだけど、大砲の女の人ですね。で、これドラゴンとの組み合わせと、まあ、このね左から来るね槍ゴブ結構邪魔なんですよね。これね地味に痛いんですよ。これ、まあ、このねガーゴイルに関6匹に関してはアーチャーで、アローズですね、処理ですね。結構ねこの編成でね最近あんま負けないんですよ。負けたらどうしよう、なんか負けたらどうしよう感はあるんですけれどもそうですね、今日は何だろうな、何に特化してんだろう。まあね、負けない、こう結構安牌だよみたいな感じでちょっとお送りさせていただきたいんですけれども、ジャイアントスケルトンか、ちょっとこれ、ちょっとだんだんうざくなってきたな、左のゴブリン。これ邪魔。やばい。よし処理オッケー。そしてこの大砲女とこのガーゴイル後ろから、あーねで、これちょっと待ちつつこのバーバリア入れて、でその間にホグライダーで進軍すると。あー、テスラね、うまいな。まあ、これアローズで処理、うまいなぁ。そうか。ジャイアントスケルトンにはジャイアントスケルトン。これ間違いないですね。で、これ、まあね、爆破ダメでもね、死にきらないので、ちょっとね、こういった感じで軽くね、内からダメージを与えていこうと思います。あー、近い。まあ、いいでしょう。このね、テスラ邪魔なんですよね。こりゃ、うん、そんな感じで。アローズ。ああ、なかなか強いな、敵今回。敵強いな。なぜ俺は右からガーゴイル出したんだ。やばいぞ、これ。あんまり良くないぞ。あんまよろしくないぞ。ちょっとね、ターゲット、ジャイアントスケルトンのターゲットをゴブリンで取りながら、ちょっとダメージ与えていきましょう。いや、間に合うか、これ。間に合うか。やばいぞ。やばい、危ねえ。危なっていうか、こっち危な。やばい、これ負けるぞ、これ。これはやばいぞ。
ちょっと待てよ、これはやばいぞ。落ち着け落ち着け、落ち着いていこう。サドン、お、なるほど、これはグッドゲームですわ。両者一本も引かず、もう一回やってみましょう。まあね、この編成結構そのなんだろうな、うん、負けないですよね。うん、ほんと結構、うん、勝率いいかなと思うので、ちょっとね、紹介させていただこうと思います。もういきなりジャイアントスケルトン、どうでしょう、どうでしょう。あー、持ってんのね。そうね、ジャイアントスケルトン対ジャイアントスケルトンになるとちょっと分悪いですよね。なるほどなるほど、どうしようかな。あー、ドラゴンも死んじゃうな。おお、生きてる生きてる。ちょっとでも耐えろ、ちょっとでも。あ、ダメなのね。コアローズで処理と。まあ、コストね、やっぱ軽い方がいいのかもしれないですね。これなんて書いてあるの、これ。マスク。あ、やばい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 、これやばい、これやばい、これやばいぞ。これやばいぞ、ホグが。相手のホグが来てる。相手のホグ痛い、痛い痛い痛い。よし、倒す倒す倒す。やばいぞ、これあんまり良くないぞ、これなぜか。なんだこれ、なんだこれ、どういう状態。敵うまいな。やっぱアリーナ5ぐらいになってくるとうまいですよね。まぁ、あ、ちょっとこっちらもね、まぁ、あ、そう言っても負けてらんないですからね。また来たよ。ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って。ちょっと待って、ちょっと待って。よし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 。まあ、コスト的に向こうが6でね、こっちは5なので、こっちの方が優勢かなとは思いますね。で、向こうにジャイアントスケルトンがなくなったので、この、なんだこれ。ちょっとやばいぞ、これ。大砲女ぶつけて、あ、ちょっとやばい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 。やばいやばいやばい。あんまり良くない良くない。あ、なぜアローズ出した、俺は。やばいぞやばいぞやばいぞ。落ち着こう落ち着こう。うん、まあ向こうもね、ちょっとずつダメージは入ってるので、もうこれでね。よし、後ろから、後ろから大砲女、そしてホグラッシュ、ホグラッシュはね、ホグライダー、あー、ウィダーと思ってんのね。これはよろしくないぞ。これはジャイアントスケルトンでカバーしようか。ご覧になりて、やばい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 よやばいやばい。なんかすげえ劣勢じゃない、さっきからずっと。これはあんまりよろしくないですよ。ちょっとこう左から細かいラッシュしよう、細かいラッシュ。いやー、出てきた。よし、右から。これはもうランダ戦ですね。これ、これ出てくんじゃないかと思ってアローズ、あー、でもでかい。狙いは悪くはなかったな。でも狙いは悪くないですよね。ちょっとゴブリンで邪魔しつつ、後ろから大砲と。あー、ちょっと危ない危ない。やばいぞ、これ。やばいぞ、これは。かんばしくないぞ、これは。どう？やられるか、これ。あー、やられる、やられる。チックショ。普通にチックショだわ、これ。どうしよう。あ、やべえ、しかも 4!3!2! ありがとうございました。負けたー。これ使えんのか、この動画。ちょ、もう一回行こう、もう一回できましょう。もうさっと行こう、さっと行こう。悔しいわ、やっぱアリーナ5ってもう強いわ。まあただね、ちょっとね、今ね、こうなんだろう、俺のタイミングの方もありますんでね。ちょっとまあタイミングドーン。よし、これで、ね、細かい系処理しつつ行きましょう。ネクロ邪魔だな、また。なんかもう、よしよし、みんな俺のところに集まれ、ジャイアントスケルトンの周りに集まれ。ありがとうございました、ということでね。こっからどうしていこうか。このね、最初のうちがね、こうなんだろう、読み合いというか。あー、これちょっとでも回避されちゃうな。ホグ早いな。うーん、ダメだ、ホグライダーにちょっとターゲット。あー、ペッカ出てきた。ミニペッカはね、正直ね、そんな怖くないですよね。なるほど。どうしようかな。アローズで処理しつつ、できないと。よし、オッケーオッケーオッケー。こっからどうしていくか。2連敗は勘弁して。なるほどな。ジャイアントスケルトンとやっぱりあのホグライダーをね、どうやって生かしていくかっていうのが、やっぱりこのゲーム、そうですね、かなり大きな、勝敗を分ける感じになるとは思うんですよね。ネクロを、なるほど、この後ろからね、大砲ぶつけていきましょう。
どうしようかな。この中をこう突っ切っていく感じでどう。ネクロちゃんとターゲット変更しやがる。あーじゃあバーバリアン強いわ。どうしようかな。ドラゴンで対応しようか。あーやめ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 、これよくないよくない、よくないよこれ。バルーンがよくない、バルーン非常によくない。バルーン落とせ。よし、うまっ、怖っ。よしドラゴンで壁になって、よしこれいけんだろ、これいいぞ。ジャイスケ行こう、こっちがジャイスケで。よしいいぞ、これいいぞ。よしいった、よっしゃ。そうなん、強いんすよこの編成。ちょっと待って、これ危ない、なんか変なの来た、変な突っ込んでくるやつ、突っ込んでくるやつ来た。あ、左も落とした、よっしゃよっしゃ。これ楽勝でしょ結構。あとちょっと防御に徹しましょう。よしよしよし、ちょっとネクロじゃない、ネクロじゃない。これやっぱこうこんな感じで守り切った方が強いですよね、ほんとこのゲーム。どうせなら3つ取りたいな。ネクロは邪魔だな。ネクロはガーゴイルで処理して、処理できるか、OK、そしてあれ、ジャイアントスケルトどっか行っちゃった、消えたな。あー時間ないか、まあいいや、 OK、 よし勝てたよかったです。よし、はい、これちょっと相手イラつくやつね。はい、というわけでね、こんな感じでちょっと上がったかなトロフィー。はい、今日はこんな感じでね、3回もお送りさせていただきました。またね、トロフィーどんどん上げていこうと思うのでよろしくお願いします。本日はご視聴ありがとうございました。